はい、皆さんこんにちは、ひょたまらちぇんです。さあ、今回も100万円爆買い企画、続きいってみよう。はい、改めまして、ひょたまらちぇんです。いやー、最近はね、まあ、ほんまにね、まあ、嬉しい忙しさなんですけど、まあ、本業の金魚屋さんがですね、もうご注文にお問い合わせにね、ほんまお店の販売とかして、まあ本当に、まあ、ウルトラ忙しさなんですよね。もう毎日毎日ね、仕事終わったら、ああもう今日も日付変わったんかとか言い持ってね、まだ仕事したりとか、まあ、そんな日々が続いておりまして、なかなかね、鉄道模型動画もトロトロってね、朝起きたら晩までね、下手してずっと思ってるんですけど、なかなかね、撮れなかった今日になりました。はい、ということでね、今回はね、ちょっとこの後も仕事あるんですけどね、このままほったらかしでできませんので、張り切って動画で怖い企画行ってみようと思います。はい、そしてですね、今回ご紹介する分は、まあ、とりあえず私のこの目の前にある、ドドーンとね、置いてある車両たちになります。ちなみにね、この車両軍団もですね、ついこの間買ってきた子たちですね、こう一番初めの100万企画の分、まだ開けてないんですけど、もう欲しいというその、欲求のまま買いますんで、ここら辺とか、もう、ちょっとこの上らへんとかはね、また買った部分なんですよ。なんかいろんなこと思いながらね、たくさん買ったらまた山ができてしまいました。まあとにかく、まあ今日の分ね、どどんと行きましょうか。はい、それではトップバッターはこちら、行ってみましょう。ドゥルルドズーン。はい、加藤さんの客車編成セット、寝台急行、北国、あのふるさとへ帰ろかな、帰ろかな。北国の春でした。見ていきましょう。はい、こちらですね、北国ちゃんね、先頭走ってくれるね、 EF58 なんですけど、私また持ってんのトミックスさんの EF58 ちゃんでしてね、私加藤さんの持ってる持ってる思って見たら、ほらほら、青大将日差し付き、そして隣におるのはお見せしよう、めっちゃ人悪あるしで、もう一つもね、青大将ちゃんでね、そっちにおって、私普通のノーマルの持ってなかったよね。なんか思わずね、ちょっと変わったもんを集める趣味がありますんでなんかすごいド定番とかね、あーちょっといないみたいな感じですね。またよう調べてから買わなんかまあとりあえずね、EF58 ちゃんに引いてもらう北国ちゃんでして、で一緒に走るね、12系やったか14系はね、一緒に来たんですけど、この山のどこかに行方不明になってますね。またね、開けるときに見つけます。はい。というか、もう長くなりますけど、まあ、開けていきましょう。はい、じゃあ、北国ちゃん行きますよ。リストって、パカン、オープン、だっちゃらー、よいしょ。プチと説明書を取ってと、うわー、あー郵便局うわー、これまたかっこいい、渋いわね。うわー、なんて言ったらいい、こう光を若干こう吸収するような深みのあるような色でかっこいい。はい、まあね、せっかくなんでね、よいしょ、全部見てたら時間かかるんですけど、ちょっと特別感のあるね、こういうのか見てみましょうか。はい、郵便車の、郵便局のマークが入ったね。はい、して、後ろ。反対側こんな感じで。はい、やっぱこう、めちゃめちゃ大きいって分かりやすいですね。ここに荷物積んでますよって。まあ、今時こんなもんあったらどうなんですかね、なんか悪いやつが来てなんかこの中の荷物を取られそうな感じしますけども、まあ、昔はこうなんでもよかったやろうね
はい、そしてね、せっかくなんでグリーン車をね見てみましょうか。ちゃっちゃかちゃーんとね、このあれですね、車体のこの色に緑の、緑ってね、そういう緑じゃないです、みどみどしてませんけども、このラインとこのグリーン車のマークがすごく映えますね。いい感じですよ、車体の感じにいいアクセントのね、ラインからいいですね。いつの時代もこのグリーン車っていいですよね私あの普段高いから乗らないんですよ、いいなとかって思いながら見てるんですけどまあ次行きましょうか。はい、はい、そしてお次はドスーン、チョンチの HGCO 名鉄7000系パノラマカーはい、じゃあね、どれどれちょっと中を見ていきましょう。リースを取って、あれちょっと待って、これやばくない？ちょっと取れへんねんけど、パンパンやん、なんか知らんけど、サイズ合ってる？あ、これちょっと待って、うわ怖っ、やばこれ、息できんわ、あのおー、いやー取れた、めっちゃもうフリース取れへんねん、もうびっくりした、パノラマ母ちゃんドドンと書いてありますはい、じゃあね、中開きましょう。ここは勝たないやろな、どうやろ、あ、ここはスムーズ、はい、行きます、オープン、パラリラリー、よいしょ、よっ、バーンと、おー、目の覚めるような赤ですね、うわー、むちゃくちゃいいじゃないですか、なんか細かい芸がこれ見て、うわー、めっちゃすぐ走らしたいねんけどかっこいい。はい、じゃあね、それじゃあ先頭車だけ見ましょうか。よいしょ、よっ、来ましょう、わー、出た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 この顔この独特な顔ですよね、いつ見てもこれこうめでてんなぁ思うんですよねやっぱ窓でっきはい、顔部分はねこんな感じで、そして横ね、こういう感じで、わ、これ乗ってる人絶対楽しい、こんだけ広い窓でね、ほんで手がこんなんで、屋根部分とか見て、このうわーいい感じ、なんかパンタもなんかいつもよりピカピカな感じがするわ、うわー、よいしょ、うわー、かっちょいい、あとさ、そのこのさ足回り、こう見てください、めっちゃ芸が細かいと思うんですけど、あのこのここらへんね、この横から見たここ気に入りましたわ、わー、たまりませんなはい、ちょっとね、私この名鉄なの7000系パノラマカーちゃんのですね、旧製品持ってるんで、ちょっと持ってきますね、待っててよ、はい、こちらです、デレデレデー、はい、こちら旧製品ね、トミックスさんの、パノラマカーね、ちょっと見ていきましょうか、よいしょ、あ、これはスムーズよいしょ、押して、あ、ポンと開けて、よっ、よいしょー、よいしょ、ピチピチ取って、あ、なんか、あー、パッと見がやっぱちょっと全パッとというか全然違うような感じがする、ちょっとこれは色の感じも違うし、やっぱちょっと先頭車だけを 見比べてみましょうか、はい、はい、じゃあね、ちょっと先頭車ちゃんをですね、ちょっと見比べてみましょうか、よいしょ、ちょっと待ってね、よいしょ、
おお、これはわあ、こんな感じに、まあね、同じ今の名鉄パノラマカーちゃんなんで形はねそれは一緒なんですけども、このちょっと見てくださいよ、目とかほらこっちは塗ってないけどこっちは白になって、ほんでちょっと縁がついてますよね、よう見たら。でこっちはもうヘッドライトだけねこうちょんちょんってあって、まあこれはこれで可愛らしい顔しますけど、はい。でまああとね、このなんて言ったらいいですかね、このこれなんて書いてある、あこれまだシールとかは貼ってないね、ここに岐阜って書いてあったけども、このヘッドマークはもう最初からこれついてて、これはねあのさっき開けたところにあったこれをですね、まあお好きなやつをペチョッとくっつけるっていう感じなんですけど、これでもよりリアルになってかっこいいですよね、顔がキリッとなって。おー、じゃあちょっとね横の方も見てみましょうか、すねかしてあげて、よいしょ、はい、ちょっとね横向きにしてみたんですけど、こうパッと見てね皆さんお分かりですかね、私はねちょっとしっかり分かるんですけども、色の違いなんですけども、救世主の方がちょっと濃い赤、そしてこっちの方がね、まあ、私好きやな、こういうちょっと映えるような赤なんですよね。ほんで新製品の方は白ラインね、白帯入ってるけどこっちは入ってないですね、こんな感じでスッキリとして、まあまあシンプルでいいですけど、やっぱりこっちはねほんでね、このお客さんが乗りはる座席のところ、この救世品はもう一色グレーみたいなベチャンって感じですけど、こっちはよう作って色分けされて、これはいいわ。はい、そしてねこの下回りね、こう車輪があるところらへんね、ここも見てください、よいしょよいしょ、ほらもうこれ一から型作り直したんでしょうね、こんなに違いますもん、まあ、色もそれは違うんですけども、もうパーツの作りとかが、まあ、こっちもなかなか旧製品もねいい感じですけど、こっちはますますよりクオリティが上がってっていう感じで、めっちゃかっこいいですよねまあもう言い出したらキリがないんですけどね、せっかくなんで親根周りもね、よいしょ、はい、あーやなんかちょっとこの頭のところ、あのランチューで言うとトキンガシラのところですけど、あのここら辺とかもちょっと形が違うかな、うん、あとこの通気なんていうファンがあるところ向きが違いますね、こっち後ろ前前、これじゃ前後ろ後ろみたいな感じで、これはどうなんですかね。あとパンタグラフはついてるのは一緒ですね、塗り分けも完璧です、わあ素晴らしい、さすが HG 仕様ですねはい、まだまだね喋り足らないんですけども、またこれを見持ってね、いいあーやこえ歌時間がかかりますね、今日はこの辺で、またね改めてね走行シーンとかパノラマカーについてのお話もしますんで、その時お楽しみにしとってください。じゃあ次行きますね、はい、そしてお次は加藤さんの新製品、プルルドスーン、はい、 381系パノラマシナの登場時仕様6両基本セット&どこやったっけな、どうかな、あこれこれ、はい、よいしょ、こちらもパノラマシナ、の3両増結セットでございます。はい、じゃあね、またまたパノラマちゃんでございます。さあこの子もねちょっと見ていきますよ、パカッとオープン、パッパラー、来るぞ来るぞ、じゃじゃーんじゃじゃーんもうねこの子、まあ、横もなんですけども、このシナノちゃんですね、顔ねちょっと見ていきましょう。やっぱり私この車両の一番の特徴はですね、ホリデーちゃんもそうやったんですけど、顔のパッと見が気に入ったんですよ、こちらです、じゃじゃーん、
なんていう表現したらいいんですかね。何しかちょっと変わった顔するんですよね。こうここがこうゲレンデみたいにスパーンってなってて、でなんかちょっとこうコーンってなっててね、なかなか見ない感じのスタイルの顔じゃないでしょうかね。はい、このね特徴あるシナノちゃんのこのね顔を見てるとね、なんかどっかで見覚えがあるなとかって思って考えて、ちょっと棚探しがおりました。親戚かなとかっていうぐらいのあれなんですけども、はい、こちらこれねトミックさんの、製品なんですけども、スーパーヤクモちゃんでございます。はい、じゃあちょっとねどうか見比べてみましょうか。ヤクモちゃんのこの色が何とも言えませんよね。車両の車体色がね、よいしょ、ペペーンと、よっしゃー、うわーすごいパープルほんでね、言うてる戦闘車の顔がね、よいしょ、これでこれ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 、ほらーね、これ、はい、こっちがシナノちゃんでヤクモちゃんでございます。まあもうバリバリ似てるというか、この窓の感じが傾斜といいね、まあ、雰囲気とかが似てるじゃないですかね。えどうなんですかね、またいちいちだけ福知山食のあの話と一緒かな実はあの兄弟とか親戚とかまあこんな感じです。はい、じゃあね、せっかくなんでね、もう一つの方の戦闘車もね、うわー、もうザ・国鉄ですねこの顔は。はい、やっぱこのねエンブレムかっこいいね、ほんまに。このね、ちなみに私こいつやったかな、なんかねツイッターで見てたんですけども、このねエンブレムなんかね発売なんかね売りますよみたいな活動が出てて、それなんぼやったと思います。これね80万してましたよ。買えへんわ思いました。もっと安いかなって、やっぱ高いですねこういうもんは。なんかこう電車の本物のパーツとかね買いたいところですよねえ。塗り分けとかもねいい感じですよね、ここら辺とか。どうですか皆さん、ほんでねこのカラーに JR っていうねこのマークも映えますよね。あーかっこいいわねえ。じゃあもう一つの先頭車も、あーこれほんまこう思ったら全然お互い顔が違うっていうね、車両もなかなか面白いもんですね。はい、またね、シナノちゃんの走る姿とか、シナノちゃんついてのお話、また動画にするんで、楽しみに待っててください。じゃあね、次行きますね。お疲れちゃん。はい、こちらね、シナノの造血セットなんですけども、こちらはですね、まあ、さっき言った通りなんですけども、こう、走行動画撮るときとかにね、開けたいと思います。はい、そしてお次は四国の皆さんこんにちはということで、ついに私も四国上陸です。はい、こちら加藤さんの JR 四国 N2000 系特急渦潮4号5両セットでございます。はい、こちらはですね、まあ、渦潮ちゃんなんですけども、まあ、ちょっと、ね、この車両と出会うお話があるんですけども、まあ私これねダーッといっぱい、まあ、車両買うてね、今もこうやっていろんなもん買うてるんですけども、四国って持ってへんかってやっぱ一つでも買うたらまた四国沼に反応沼にはまってしまうと思いまして、買うてへんかったでしょ。北海道もねあのこののろこちゃん買うたらまた石川ライナーとか何かかんや買っちゃってですね、まあそういうことになるからと思ってたんですけども、こう上司ウェブをですね、まあ、何の気出し見てた時にこの渦潮ちゃんがね残り、まあ、一つやったでしょ。でね、これを逃したらもうこの渦潮ちゃんに二度と会われへんのかとかね、一人で悶々としてて、もうこれも一期一会やと思いましてね、落ちちゃいましたということでもうこっから四国の輪が始まるかな。はい、まあいろいろありますけど早速見ていきましょう。はい、じゃあね渦潮4号行きまーす。パカッとオープン。チッティリー。よいしょ。
よいしょ、うわー、来ましたねー、うずしおちゃんですよ。めちゃめちゃかっこよくない？うわー、なんかこのメタメタ感というかね、私なんて言ったらいいかな、こういうカラーリングすごい好きなの。なんかロボみたいな感じでめっちゃかっこいいやないですか、このうずしおマークとか。わあ、じゃあちょっと早速ね、せっかくの戦闘車から、戦闘車だけ見ていきましょうか。実際は全部見たいけど。はい、じゃあそれじゃあ戦闘車から。いでよ、うずしおちゃん、うずしおちゃんだー。見て、このヘッドマーク、グリ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 。もう、これ見て、京都へ言う人いないでしょ。絶対四国ですよ、うわー、やっぱなんかこういうのっていいですよね。このそこの地域独特のもんっていうのはね。うわー、これかっこいい。このちょっとこのカラー見てくださいよ。こっち青でね、こうキャーッときたら、ちょっとこの角に赤がパッと入って、かっこいいわはい、やっぱこのうずしおっていうね、感じのこのカラーリングね、こうぐる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 っていうような、そんなんが伝わってきますよね、見てて。あとね、そうね、この青と赤がぐり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 ってしてるのって、なんかどっか身近にあったなと思ったのこれ言うていいかわかりませんけど、散髪屋さんのあれあるじゃないですか、こうぐる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 あの、そんな感じになる。 それそう思ったらね、そのイメージ若干なってきたんですでもね、かっこいいボディカラーですよね、グリ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 。はい、じゃあまたね、うずしおちゃんもね、動画また改めてあげますんで、その時までおやつみ、よいしょよいしょ、あ、書こうか、よいしょ。よいしょ、あれ、フリースどこ行った、あ、フリースコ。はい、うずしおちゃんでした。はい、お次はこれだ、プルーどすん、加藤さんのニューヨークセントラル20世紀特急給料基本セット。アンド、はい、こちらもセントラルの4両増結セットでございます。はい、ちなみにね、このセントラルちゃんなんですけども、もう一つね、2両増結セットね、買うてるんですけども、まあ、ちなみにこれ、この2つはお店で買うて、で増結ないから、上信ウェブで頼んで、またそれはこの山の中のどこかにありますんで、開けた時にまたね、紹介したいと思います。まあ、とりあえずね、こちらの2つです。はい、今ね、前回の動画でも私海外の列車紹介しとったんですけども、ちょっと今ちょっと海外のものにハマってまして、これも、まあ、気に入ってね、買ったんですけども、まあこれね、ニューヨークセントラルの、まあ、20世紀を代表する、まあ特急ということでね、めちゃめちゃパッケージとかかっこいいでしょ。もうそのどうこうっていうよりも、これパッと見た時にね、ジャケ買いですよ。今時ジャケ買いとかって言うんですかね、若い子は。もう CD とかでありましたよ、歌どうこうよりももうジャケットかっこいいみたいな、まあそんな感じなんですよ。でね、私この車両についてね、こうちょっと見たいなと思って後ろ見たんですけど、見てください、これもう読ます気全然ないですよ。こう私唯一読めるって言ったらね、まあこうニューヨークとか、あと1950年とかね、あとオブとかザとかは読めますけども、さっぱり文がわからないんですよね。もうこれはウィキ見て勉強します。はい、まあ、あ、こういうのもかっこいいな、かっこいいけど、やっぱ日本で売ってるやんか、ちょっとここは日本語にしておいてください。私アホでわかりませんはい、そしてね、造形ちゃんはね、12,480円、高いの値段しますね。はい、そしてまあこれね、パッケージに綺麗にね包んでありますし、またね、紹介するときに、開封していきたいと思います。とりあえずニューヨークセントルちゃんでございました。はい、そしてお次はこちらだ。
はい、加藤さんのレイティッシュ鉄道オープンパノラマ客車ちゃんでございます。パノラマ多いな今日は。ね、今撮影しとってふと思ったんですけど、今日何やかんでパノラマ多いなと思ったんですよ。この前の動画も別に準備してるわけじゃないのに海外車両が多かったりとかして、ね、店長の鬼引きですよ、すごいな。そしてですね、今回ね今持ってるこの、レイティッシュ鉄道、パノラマのところなんですけども、これ前回ね、はい、こちら紹介させていただきましたレイティッシュ鉄道のベルニーナ急行、こちらのですね裏にほらほらほらおるでしょ、この黄色い方が、それがこれです。早速買ってきました。はい、こちらはね、あのオープンパノラマ客車ちゃんね、ものすごいこれなんかもう窓とかそういう風よけとかもう全然ないねこれね。でこれ走ってるとこってさ、ちょっとこう標高の高い山にこの雪降ってって言ったら、その隣走ったら寒ーってなりそうで、私だったら一発で、あーなんかあったかいうどん食べたいわとかね、まあ、ロマンのないこと。まあそんな感じでね、でもまあこういうとこ行ったらおもろいもんなんでしょうね。ということでまたね、この、 あの編成もですね、また動画にしますんで、その時楽しみましょう。はい、ではではね、ちょっと車両ね今ずらっとねご紹介させていただいて、まあ、ちょっと時間ね見とったんですけども、あのここにねまだ紹介してない袋に入ってるね分と、あとねこの隣の万越のお小嬢ちゃんね、このまた紹介したかったんですけど、時間がまた1時間とかなりますんでね、これはちょっと次回ね、次回に回したいと思います。予告しときますよ、これですよ、これちゃんと中身ありますからね、これまだ封向いてませんので。ということでね、今回のラストを飾るのはこちらです。やっぱり封向いてね楽しみましょうか。はい、ごめんなさい、山中模型店で買った車両になっております。さあ何が入ってるかな、私は分かってるけど。おー出ました、この魔界封印はあのやつしか解けん、いくぞ、イデオ伝説のヒーローダボルのダンジュッ。ありがとうございます。毎度皆さんお付き合いいただいて。はい、ということでですね、封印を解きましょう、はい、開封の儀ということで、黒猫ヤマトの宅急便一歩前、はい、来ました、なんかテカテカの袋やな、しょ、よっこいせ、さあ来るぞシャキーン。めっちゃ包んで、めっちゃ段ボールに包まれてる。さあちょっとここは手でいきますね、よっこらせ、うわー手袋ちゃん、よし、いけた。さあ行きましょう、手まだプチプチに入ってるけど、ちょっと透けてるからわかる、よっしゃー、ちょっと待って、皆さんまだよ、まだまだ、はい来ました、じゃじゃーん、はい、加藤さんのポケットラインチビでチキンラーメン粉でございます。はい、ということでね、私ポケットラインね初めて買いました、まあ、売ってるのとかね上司のキッズランド行ったら、並んでるの見てるんですけども、まあ、これはやっぱねこのチキンラーメンということでね買った次第でございますよねえ、元祖鶏ガラチキンラーメン、ねえ皆さんどうですか、私チキンラーメンめっちゃ好きなんですけど、卵はあのかき混ぜない派で、ちょっと砕いて食べるのがまた美味しいんですよね。あ、ちょうど今ね撮影しててめっちゃお腹空いてるんで食べたい。ということで、加藤さんのポケットラインチキンラーメン号ちゃんでございました。
はい、ということで今回の動画ね、ラストを飾ったのはチキンラーメンゴーちゃんでございました。店長さっきから時計を気にしてるんですけども、そうそう、ランチ中にも餌をやってきてですね、ゴーちゃんのゼリー交換、そして明日の出荷準備と、いろいろ他にもありますので、ちょっと今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、それではこの動画が終わったらグッドボタンを、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。また見てね、バイバーイ。おこちょちゃん、次また下げるからちょっと待っててねー。